このメニュー。今回の話題は、ウマ娘アプリ1周年おめでとうございます。このチャンネルでも、たまにウマ娘の話題するわよね。ウマ娘1期の時から、グラスワンダー推しだと言ってるんですけどね。最近育てる機会ないけど。ぶっちゃけ、ウマ娘は、オワコン、終わったコンテンツなのか？正直、本音を言ってしまうと、一斉に落ち着いていって、安定期に差し掛かった印象かな。ゲーム性に関しては、正直チャンピオンミーティングの上級者向けっぷりとか、ガチャの性能一新とか気になる部分もある。ちゃんみ発表したら、それからは、ガチャで、その適正距離の環境を入れ替えるのは、アコギに見えたりね。ただアニバーサリーを迎えて、環境の刷新を考えたりして、そういう部分は結構考えてるかな。北里に加えて、新規ウマ娘を一斉に追加して、盛り上げていこうっていうのは、再現のいいところではあるね。ちょうどいいので、ウマ娘の歴史について語っていきましょうか。正直、ウマ娘というコンテンツの名前を聞いたのは5年くらい前だったんだけれども、その時思った本音を言っちゃうと、アイマスの新作か。ぶっちゃけウィニングライブは、どこまで行っても、デレマスの延長戦に見えるわよね。アイマス、デレマスの関係者も、ウマ娘には関わってたからね。そこは面倒なのでこれっきりにしとくが、でも2017年頃に、ウマ娘アプリ出してたら、ここまで大ヒットってことは、ならなかったと思ってるよ。そこから、2018年の一期へ。正直4年前はまだソシャゲのアニメ化に希望を抱いていた時期だったんだ。過去形やめろ。まあ2018年当時は、本当にマイナーなアニメで、リアルタイムで見てない人がいても、それは別に良いと思うんだが、ウマ娘1期は、今見てもめちゃくちゃ出来良いと思うんだよね。ブームとして火がついたのは2021年の2期だけど、スペちゃんの1期も良かったわよね。でもウマ娘というコンテンツの根幹は、1期のアニメが綺麗に作られてたことも、すごく大きいと思ってる。スペちゃんことスペシャルウィークが、ライバルたちや仲間たち、サイレンス鈴鹿たちを追いかけていく話。ウマ娘1期のいいところは、今回はスペちゃんメインということで、キャラは増やしすぎず彼女のサクセスストーリーがメインなんだよね。こう、天海遥さんや島村うずきさん枠に見えて、両決闘でかなり激戦やってたのが、スペシャルウィークって馬だから。それこそ、星雲スカイやグラスワンダーにも、割と負けてるから無双感薄いのよね。ウマ娘の里のダイヤモンドは、メジロマックイーンのリスペクターだけど、性質的にはグラスちゃんの属性だとずっと思ってる。あとウンスがあんま闇落ちしないのは、スペちゃんのおかげだと思う。一期といえば、サイレンス鈴鹿の死亡フラグへし折り。あれ、鈴鹿救済展開は、擬人化コンテンツとしての、ウマ娘の方向性をうまいこと、回していったと思う。ウマ娘は、名馬が多いけれども、悲劇的な馬も多いからね。二次創作はさておいても、あくまで公式の方向性で、悲劇を利用するのではなく、トレーナーとウマ娘で、二人三脚で頑張っていこうねという方向性をすずで、示していったと思うんだ。やはり鈴鹿さんはヒロイン。アプリでも大逃げ持ってくる初のキャラ扱いだから、割とそこは意識されてそう。本当にウマ娘一期。当時から見てた人少なかったし、そこでマウント取る気もないんだけど、ウマ娘は一期で前向きな方向性を、示してくれたから、今も指標として回していけてると思っていますよ。それから3年ほどの潜伏期間。アニメは面白かったけど、ソシャゲとしては封印作品だよねパターンだと思ってました。はい。で、ウマ娘2期だよねー。ウマ娘第2のリスタート。アニメとしては、無色転生と合わせてすごかった印象。オレダン、や、エクスアーム、も、あの時期だったすげークールだったね。ってのは置いといて、2期は2期でマジでよかったよ。キタちゃんは設定を見つめ直された節あるけど、スペちゃんは、1期でやることやりきったから、2期は東海帝王の闘病期へ。新キャラをメインに据えることで、話を展開し直していけるという、そういう方向性を見せたという意味でも、
あの2機は価値がある。東海帝王という怪我に苦しんだ馬の話だからいいのよね。ライバルのメジロマックイーンや、ライスシャワーも悲しき歴史を抱えてたのよね。ロボっぽかったミホノブルボンが、敗北を経て成長するのも熱い。馬娘2機ですごく上手いのは、やっぱアプリとの同時展開だよね。2機が、放映中にアプリをリリースするという、名采配。基本的にソシャゲとアニメって、基本的にほぼ潰し合う運命にあるところもあるんだけれども、この辺サイゲが、神バハから少しずつアニメとソシャゲの連携のノウハウ重ねていった感じがある。あくまで、サイゲームスが、アニメもゲームもどちらもコントロールしてるからこそできた奇跡よね。アプリとアニメを、パラレルワールドとしつつも、並行して握ってるからこそ、大きく動かしていける。2期最終話で、北里の成長を書いてからのサポート実装。鋼の石。むしろ、よく、ダイヤちゃんは、ここまで人気上がったのか。オタクに優しくて、巨乳に成長するロリが、人気でないわけないんだよな。馬娘やってる人は、だいたい、北ちゃんの胸元を見続けて張り切っていってるという。あと、馬4ですが、馬娘アプリやってるとか、二次創作やってる人なら、普通に良作だと思います。絵師の人がもう会社行っちゃったからね。そっちの会社も、個人的には応援してますが、まあ流れで行くとあれですね。同時期にリリースされたブルーアーカイブとはうまいこと差別化できて、共存できるようになったんじゃないかな。ブルアカさんは、セックスアピール強めなのよね。一方で馬娘の、R18 自粛のガイドラインは、決して悪くなかったと思う。別にトレーナーと馬娘の、恋愛を書くなって話じゃなくて、性欲自粛によって攻撃的なものが、抑制されたとは思う。なんか、最近は馬娘も落ち着いて、定着してる感じするものね。ブルアカとはうまい具合に、共存できる関係になってると思うし、そこは良いよね。ちなみに、アスナさんとブルボンは同じ声優さん。そして1周年へ。1周年で短編アニメ作って、新規馬娘や北里の育成参戦もアピールしててかなり気合入ってるよね。馬娘自体、サイゲの集大成でもあるだろうしね。まあプレイ時間がかさむのは、悩みの種なので、そういう人向けにも、シンデレラグレイがあったりするんだろうし、だいぶ落ち着いたけれども、擬人化コンテンツの一つとして、定着したように見えるね。ゲーマファンも増えたように思うし、安定軌道に定着していった感じよね。今後も裏でこっそり馬娘は続けていくし、応援していきたいと思います。1周年改めておめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。